ペルゲットレディの10周年記念 T シャツのデザインを、担当していただいております、株式会社アミテンの社長に色鉛筆ですいません株式会社アミテンの代表、お名前伏せときましょうかね。そうですね、 P で社長に、今デザイン画を起こしていただいております。これが元ネタの、元ネタって言っていいかなこのね、可愛い T シャツ、古着の T シャツをちょっとオマージュさせていただいて、このね、ロープ文字を People Get Ready、 そしてこのね、もともとはカウボーイっぽいスタイルをちょっとうちらしく、カバーオールスタイルのね、デニムオンデニムのワークスタイルにちょっとデザインを変更していただいてます。ちょっと今色を何色にしてみようかとイメージを作っていただいているところです。形になってきております。どうですかね、つば黒いのちょっと可愛くないですか。本当だ、ね、なんかちょっとこう、マリンテイストも出てきちゃいますね、こうね。確かにそうですね。 US ネイビーのマリンはいいんですか。そうですね、だからその、いいか悪いかで言うと、なんかデニムがワークで帽子がミリタリーだと、なんかこうよくわかんなくはなるけど、なるほどね、そこの統一感をどうするかですね。髪の毛と靴下が赤、いいじゃん、あ、贅沢だな、三色釣り二色釣りの予定だったんですけど、今赤をね足した方がやっぱり可愛いかなということで、今三色釣りの方向に今動いております。赤毛いいね、全然かもう違いますね、なんかね、ああもう戻れないっす、こっちの白毛もう赤毛で行くしかないっす、ね、いやーもうゴール近いですね、これね。今日もデニムのカラーと、色の深さっていうかね、濃さですよね。ここにね、だからバンダナをこうビロンと出すのか、ね、うん、このリボン的なちょんちょんで出す子なんですけど、首元確かにちょっと寂しいかな、寂しいかな。なんかごちゃごちゃさせたくもないっすもんね。だいぶこれがゴール。ま、打ち合わせをしながらバンダナが入りまして、もう完成かなというところでございます。すごいですね、いいですね、カバーオールスタイルに赤いバンダナと赤いソックス、三色釣りで贅沢に行くことになりました。お値段上がります、よろしくお願いしますで、二色釣りでもね、ちょっといつもよりと覚悟してたんですけど、三色釣りで行きます。するたびなんですけど、俺色弱なんで、もう全然わかんない。色弱って どんな風に見えるんですかこれ。いやいやいや、全然青は青に見えてるんですけど、薄い淡い青とかがその苦手ですね。あ、マジですか、違いが分からない。淡くなればなるほど、いや、例えばこっちが濃くてこっちが薄いとかは分かるんですけど、なんかこれが俺からしたら、なんか青にちょっとだけ緑が入ってるようにも見えるし、入ってるように見えますよいや俺はね、多分かなり軽度なんですけど、なんか淡い色がどっちか分かんなくなるんですよ。例えばここまで来るとこれグレーに見えたりもするんですよね。見えますね。あれ、まあ、なんかこうこれが水色なのかグレーなのかとかなると、まあまあ、ね、もう薄いターコイズグリーンみたいに見えるし、その辺が俺苦手なんですよね。まあ苦手っていうか、まあ仕事に支障がない程度の色弱なんですよ。だからどっちの色がいいかって言われても、なんかね、見てらっしゃる色と俺の色が違うかもしれない。インディゴ、インディゴでいっちゃうと絶対ベタンと濃いと思う、ね、
本当に水色のちょっと青よりの水色ぐらいが、なんかこれと、うん、よりもうちょっと濃ゆいけど、ここまで濃ゆいとっていうイメージですけどね、うんうんうん、あ、これいいか、これいいかもですね、うん、いいかなと思ったんですね。大体この色がですよ、上がるイメージでいいんですか、なんかそれにはならないようなんですか。なるだけ近づけます。 あそこのもう時点でも調合というか、まあ朝食して朝食か、はい、朝食していくんだ。カラーは何パターンか準備します。なるほど、なるほど。で、それで一回入れた上でのジャッジというか、まあ一応もうマジで濃いインディゴブルーもちょっと、まあ、一応一回イメージとして見てもらって、うん、実際に見て打ち合わせさせてもらえるのとね、なんとなくお願いしますだとちょっとここまではいかないですね。ありがたいです。ああ、もうちょっとあれですかね、ちょっとオレンジがかった感じの、ああ、そっちより、ああ、なるほど、方がいいのかな。これは逆に真っ赤の方がいいです。あの黒ずんだ赤っていうか、黒ずんだ赤、これがそんなイメージだと思うんですよね。なんか赤のきつくない赤というか、ついてる。でもね、その赤毛でいうとちょっとオレンジ寄りの方が可愛い気も見えるですもんね。若干なんかこの辺とか、うんうん、そうですね、いろいろありますからね。締め込みで入った時にね、どう映るのか、うん、そうね、染み込んだったら、まあ本当だから水色のトーンと同じその薄さに合わせた方がいいかもしれない。 ね、そこがポンとどっちかが浮くのも良くないというか、こういうの赤が飛びついのも、うん、青が薄めな分赤もちょっと明るめに薄くした方がね、極端な話、こうこんくらい、うんうん、これとこれの間でありな気がしますね。ね、うん、これかな、この辺なんか、あーでも、うん、本当このどっちかって感じがしますね。うんうん、染み込みで入ったら、きなりとね、この相性良さそう。うん、